どうもこんにちは、ジロワックスです。今日はこのバムス君にヒッチメンバーを作ろうと思います。今年のカヤックフィッシングはこのバムスで行くつもりでトレーラーをね引っ張っていこうって思ってるんで、もう春もねもうすぐそこなんでヒッチメンバー作って準備しておきたいと思います。で少し前からね始めてたんですけど、やっとね全部材料揃ったんで、今日は溶接とかして組み立てていこうかなと思います。で事前に、段ボールで型取って干渉しないかどうか、この形状を決めて、寸法を全部出して、で、鉄工所にお願いして、9ミリの鉄板で、この材料をね、切り出してもらいました。で、これがね、ようやく揃ったんで、今日はね、溶接して組み立てていきます。はい、この辺がね、自分で採寸して、寸法を出して、で、鉄工所にお願いして切ってもらったものになります。もう9ミリのね、極厚の鉄板なんで、強度的にはね、もう完璧だと思います。多分これが壊れる前に、モノコックの方が壊れると思います。で、まあトレーラーにね、カヤック乗っけて引っ張るだけなんで、そう重いものは引っ張らないんですけど、なんかあるとね、大変なことになるんで、一応強度はもうかなり強めで作ってます。で、これ車体への取り付け部なんですけど、この辺もね、寸法を一応正確に測ったつもりではあるんですけど、なんかね、間違いがないか不安はあります。なので、とりあえず仮付けして合わせてみて、それで問題なければ本溶接して組み立てていこうと思います。で、この辺のレシーバーとかは、市販品ですね。これセットで5000円ぐらいだったかなぐらいで購入しました。それと電源っていうんかな、ブレーキとかバックとかウィンカーとかの配線もやっていこうと思います。できればね、今日中に組み立てて、試しでね、引っ張れるぐらいのところまで行ってみたいなと思います。何もね、間違いがないことを祈るのみです。はい、モノコックのこの部分に、根元をね取り付けようと思うんで、まずこれを合わせて、見えるかな、ちょっとこの辺ね穴がちっちゃいんで、元の車に開いてる穴が、それを拡張してとりあえずこれを固定していきます。回り止めとして、フラットバー溶接して、中でこう回らないようにして、で大きい穴からねちっちゃい穴に引き出せるようにちょっと針金をつけてみました。これでいけるかどうかちょっとやってみます。あー、なんかスポットで止まっとるな。まあ、とりあえずもうこの辺にバカ穴開けて、そっから入れます。よっしゃ、来た。よっしゃ、通った。よいしょ。じゃあちょっとこれで仮止めして位置決めていきます。ちなみに、市販品、僕ハイエースにつけてるやつはまあ市販品なんですけど、それも一応これと同じような感じで、感じの取り付けですね。ちょっと仮なんでね、ワッシャーも何も入れず仮で止めていきます。よいしょ、痛い。でバーはこの横のね角パイはこのバンパーの中に隠して、このレシーバー刺すとこだけが下にピョって出る感じにしたいんで、この下にねバーがドーンって見えるのは嫌なんで、それでね位置をちょっと決めていきます。よいしょ、重たい。この辺でよいしょ、これでじゃあ一旦外して仮付けします。もう取ったりつけたり取ったりつけたりの繰り返しですね。で印した位置でちょっと仮止めします。で、まあ、仮止めは、ね、ちょっとティグでやるんですけど、本付けの時は、かなりね板厚厚いんで、もっとパワーのある、半自動でやります。よし、ついた。重て9ミリなんでね、めちゃめちゃ重たいです。はい、片側ね仮付けしてみました。見えるかな、見にくいな、取りにくいな。はい、めっちゃ取りにくいんですけど仮付けしてみました。こんな感じの位置ですね。でここに、角パイですね、横にこうズドンといくバーをボルト止めで止める形になります。でそのバーはねこのバンパーの上、この中に隠れて、でちょっとステーで下に出してレシーバー刺すところをこのバンパーの下っ面につけるって感じですね。じゃあ反対側も同じようにやっていくんですけど、こっちの方がねこのエアクリーナーとかエンジンオイル入れる給油口の配管とかなんやかんやこの辺いろいろ入り組んでます。まあ、まず一旦この辺外して、こっちはかなりやりにくいと思うんですけど、ちょっと外してねやっていきます。まあ、エアクリはもうどう考えても外さんと作業できんので外します。分かってはい、両方仮付け終わりました。こっちもね、無事ついたんでもう難所は超えた感じですね。あとはここのバーを作ってレシーバー取り付けて、で本溶接して塗装してって感じですね。もうちょっとです、先が見えてきました。よし、ここまで仮付けできたんで、今度レシーバーの受けをつける、プレートをね溶接していきます。今回これ市販品の約半額ぐらいで、作れてます。まあ材料費だけで、この工賃っていうのはね自分でやるんでタダなんで約半額ぐらいで作れてます。でこれを溶接して塗装して販売しようとかそういうのは思わないんですけど、まあ、部品このパーツだけね揃えて、まあ組み立てキットとして、まあ、もし希望の方いたら DM ください。ちょっとできるかどうかは分かんないんですけど、まあ、もし希望の方いたらね、ご相談ください。もし数がまとまればね組み立てキットとして、まあ、販売することもできるかもしれないです。一面刃結構高価なのと、あとこれ、頼む場所によっては納期がね1ヶ月とか2ヶ月かかるんで、まあ自分でね、溶接できる方だったら1日で作れるんで、もしね、ご希望の方いたら、まあちょっと DM で相談していただければなと思います。あれ付けしてみたんですけど、ちょっと攻めすぎました。ここのね、マフラーとのクリアランスがちょっと狭いんで、マフラーもうちょっと上につるなりしてね、ちょっと少し隙間を空けようと思います。多分これカタカタうるさいと思うんで。で、あとはバンパーつけてどんな感じか。よいしょ。よいしょ。お、いいんじゃない？はい、バンパーからちょっと出るぐらい、ほんとギリギリですね。いい感じ、高さもいい感じになりました。で、このバー自体はね、もうバンパーにすっぽり隠れて見えないんで、見えるのはここのレシーバー刺す部分だけになりました。非常にね、すっきりいい感じです。で、これで差し込むとこの長さ見て、溶接して、まあ、あと本溶接、補強入れて本溶接していきます。これ買った差し込み口ですね。これの長さが160ぐらいで、バンパーの面までが140ぐらいなんで、ちょっとだけ切ります。あとどっちにしてもね、このプレートついてるとここに入らないんで、ここね、切って入れて溶接します。いいじゃん、ちょうどつら。別に動かさんでいいんですよ。ちょっとこうリードを出ないです。ウイングする必要はないです。上等、合格、OK ですか？ OK。どうでしょう？上等。薄すぎる。やりすぎた。これはもげんすか？完成です。OK です。面白いですね、このごつい半自動は。これできたら他に何でも作れるので。何でも作れるですね。ダーッといけるんで面白いです。よし、缶スプレーで適当に、チッピングでね塗ったんで、もうどうせ見えんのでね、もう缶スプレーで簡単に塗りました。でその間に、配線取っときます。はい、配線終わって塗装も乾きました。ちょっとねのんびりしすぎてもう暗くなってきたんで、さっさと取り付けます。やべえ、真っ暗になった。よいしょ。もう真っ暗。はい、この間はね、夜になって真っ暗になって、さらにカメラのバッテリーまでなくなって時間切れになったんですけど、こんな感じで出来上がりました。このマフラーのところは、ちょっとマフラー上につって、クリアランス稼いで、一応これで走ってみて、カタカタ言わないんで、これでね、行こうと思います。で、ここは6インチドロップを買ったんですけど、それでも高さ足りなかったんで、さらにね、2インチかさ上げするボールを買って、8インチ上げてます。これであと、配線ですね。ここ、チューブ巻いて、で、バンパー戻して、トレーラー合体してみます。OK、完成。これでやっとトレーラーが引っ張れます。いや嬉しいな。ちょっとトレーラーつないでみます。接続完了です。いやこれめっちゃ嬉しいな。この姿をね見たかったんで、バッチリねつながりました、ヒッチで。で、水平も、まあ悪くないかな。もうちょっと上げた方がいいかなっていう気もするんですけど、まあ悪くないかな。ちょっと狭くてね、取りづらいんですけど、ボディ、ホイール、全部同色です。トレーラーとこのバンボス。で、今回のね、そのこだわった角パイプ、バンパーから見えないようにっていうので作りました。非常にね、すっきりしました。あそこがズドーンと角パイプがあるのが嫌なんで、ハイエースもあそこ見えないようなやつを購入してます。はい、トレーラーね、引っ張った経験全くないんで、ちょっと近所をね、ぐるっと回ってこようと思います。そして、無事帰ってこれるのか、無事車庫入れできるのか、ちょっとやってみようと思います。ちょっとね、裏技使いましたけど、無事に車庫入れできました。この辺はね、ちょっともうちょっと練習しようと思います。引っ張ってね、前に走る分は特に違和感はなく、普通に運転できました。車庫入れがね、むずい。本当にむずい。で、まあ完成してね、せっかくなら天気のいい日引っ張りたかったんですけど、あいにくの雨で、またね、天気のいい日に回復積んで、今度はね、釣りに引っ張っていこうと思います。というわけでね、今回以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。